はい、アメシアワールドのオーナーインタビューです。エイカーズとの連動企画ですね、よろしくお願いします。まずお名前を教えてください。岩崎誠です。岩崎さん、はい、で愛車カマロの年式グレードを教えてください。2016年の、SS になります。2016年の SS で、これあれですよね、ディーラー車じゃなくって直輸入車なんですよね、はい、そうです。そうですね。で SS をずっとこうやって独自にカスタムされてるんですよね。そうです。はい、でまずですね、こちらボンネット、これ綺麗なペイントなんですが、これ、名称的にはグラインダーペイント。そうですね、グラインダー塗装ですね。グラインダー塗装、はい、これは完全ワンオフですよね。そうですね。で、あとはエアサスですね。エアサス、はい、で、フロントバンパー、バンパースポイラー、はい、エアサスはタンクとか、コンプレッサーはトランクですか。はい、トランクで。じゃあちょっとトランクを見せていただきます。はい、はい、トランクいっぱいいろいろ荷物積んであるんですが、これマフラー、コルサのマフラー。はい、そうです。交換予定なんです。はい、これから交換します。あ、で奥の方コンプレッサータンク、はい、これエアサスは、はい、前後独立とかですかね。そうですね、4独になって。あ、4独ですか、はい、じゃあ4輪それぞれ、はい、調整できる、調整可能で、はい、じゃあちょっと中のコントローラーを見せてもらいます。はい、でこちらエアサスのコントローラー、これシステムが入ってるんですかね。エアサス、はい、エアフォース。はい、エアフォースです。あ、お金かかってますね。で、あとこちらパドルシフト、はい、綺麗なビレット削り出しのパドルシフトもご自身でカスタムされてるんですね。はい、インターネットで買いました。はい、はい、でこちら岩崎さんのカマロなんですが、今まあマフラーこれから交換されるっていうことですけど、この先他に何かやりたいなっていうことあります？もうほぼ完成みたいな感じですけど。そうですね、ペイントをもうちょっと増やしたいのは増やしたいですね。このグラインダーペイントみたいなところをもうちょっとワンポイントで他にも入れていく感じですかね。はい、なるほど、ありがとうございます。